お、こんばんは、しげもんです。どうも。前回このジオラマの地面部分を情景テクスチャペイントを使って表現しましたね。で、今日はその上に草の表現をしていきたいと思います。で、今ここに見えているのが梅小路のジオラマの地面部分なんですが、草表現をする箇所はここだけじゃなくて他にもありますね。まあ、ただやる工程は一緒なんで、その作業過程を動画に残しておきたいと思います。はい、まあやることは至って普通なんですけどね。はい、じゃあやっていこう。で、必要になってくるのはこれです。はい、これ謎の白い液体ね。これは木工用ボンドの水溶液ですね。水にボンドを溶かして中性洗剤を垂らしたものです、ね、これを使います。で、草は基本ターフとかパウダーで表現すると思うんですけど、今回使うのはこれは何かな。多分これ加藤のものだと思うんですけど、見えるかな。うん、何色と表現していいか分からないですけど、ちょっと抹茶パウダーっぽい色ね。あともう一段階明るいパウダーも用意してます。でも僕あんまりこれ使わないんですよね。で、一番使うのがこれ。これ確かトミックスのやつかな。これグリーンとイエローが入ってるやつ。これブレンドしたんかな、ちょっと忘れた。多分トミックスのやつやったと思う。うん、多分ね。あと最後これね。これは加藤のターフかな。まあここら辺はお好みで、うちは3、4色をブレンドして使ってます。で、これらのパウダーとターフをここに固定していくんですが、この木工用ボンド水溶液これね、これを筆で草を置きたい部分に塗布しますね。ど真ん中でいこうか。ここでいこう。草を置きたい部分に木工用ボンド水溶液を薄く塗ると。そしてパウダーを置いていくんですけど、色が暗いものから置いていく。で、僕はちょっとずつ置いていく派なんで、ちまちまピンセットで、まあ、普通に指で巻いてもいいんですけど、ダマになるのが嫌なんで少量ずつ振りかけていきます。はい、置いた。見えてるかな、これ。見えにくい工作ですけどね。で、パウダーを置けたらもう一回筆で際に水滴をちょんと染み込ませると。これで毛細管現象ですーっと巻いたターフにも染み込んでいくと、ね、これで固定させれば終わり。多分1回染み込ませるぐらいだと完全には固定できないんで、これを1、2回繰り返すと。で、その上に別のちょっと明るめの草を置いて、よし、こっちのカメラで。はい、今パウダーを置いたところに水溶液を垂らすよ。縁にこう置くことでターフに染み込ませることができるとよ。お、うん、あとはこれを何回か繰り返すと。よいしょ、よいしょ、見えるかな。はい、そしてまたボンドを染み込ませると。ほい、こうね。で、ちょっと引いてみるとこんな感じになると。はい、ちょっと撮りながらやるのは難しいけど、で、僕はどっちかというと実物を忠実に再現するというよりかは、草のこの緑をワンポイントで入れたいっていう感じなんで、自分の好きな色合いに緑を入れて調整していくっていう感じかな、まあ、全体を見た時に。だからこのこういう草の生え方が実物と同じなのかと言われたら全然違うと思います。あと木工用ボンドを塗った地面、ここ水が染み込んで色が変わってますけど、乾くと元に戻ります。で、跡が残る場合もありますけど、別に残っても逆に地面っぽくなっていいかなっていう感じかな。はい、こういう感じで残りの部分にも草を置いていきます。はい、こんな感じになりました。やっぱり緑色が入るだけでだいぶ印象が変わりますよね。もうちょっと緑足してもいいんですけど、今回はこれぐらいでやめとこうと思います。というわけで今回はターフとパウダーを使って草の表現をしていきました。
パウダーを使って草の表現をしてみたよという話でした。また次の動画でお会いしましょう。どうもありがとうございます。画面をタップすることでチャンネル登録と関連動画見れますので、ぜひ登録とグッドボタンよろしくお願いします。それではさいなら。